占いの館ルーチェ在籍の占い師さっちゃんです。皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは、よろしくお願いします。皆さんいかがお過ごしですか？4月始まりましたね、新年度ですね。4月皆さん何しますか？なんと占い師さっちゃん、私は前々からやろうと思ってたアコギを買って弾き語りに挑戦しようと思っております。ね、4月新年度、皆さんなんか新しいこと挑戦してみませんか？ということで、全然つながってないんですけど、本日の動画のテーマは、今あなたに必要なメッセージをオラクルカードさんとタロットさんの方からお届けいたします。選択肢左から A、B、C、 好きなカードをお選びください。よろしくお願いします。ではまず A さんの方からいきたいと思います。よいしょ。ではこちら A さんとなっております。よろしくお願いします。カードの方を展開させていただきます。なるほどね、あなたは守られてますよって、守られてる2つ出てますね。未完成でもいいよって、行動しましょう。パーフェクトタイミング、なるほどね。ドントストップ、目標が決まってるよって、これタロットで言うとワンドの2ってなっております。目標が決まったねって、2つの選択肢のうち自分がどういうことをやったらいいかって自分の中で答えが見つかったよっていうカードとなっております。すごい、なんか決断、どっちの方向に行こうかなって決めた方が多いのかなって、そんな印象を抱いております。ではではお届けします。守られてるよ、だから安心してねっていうのが一番に来ました。これ安全な場所、お家っていうカードと、プロテクションっていう、守るよっていう、守られてるよっていうカードです。あなたは守られてるよ、安心してね。あなたはその不完全な、未完成なままでいいんですよ。未完成なあなたのままでいい。今行動すべき時ですよって、今これアクションっていうカードなんですけど、すっごい綺麗ですね。なんかね、やっとなんか行動できたとか、自分を表現できてるよってね、すごい解放されたカードに見えるんですよね。めちゃめちゃ綺麗なんですよ、このなんだっけ、クイーン・オブ・ザ・ムーラクルカードね。で、これなんだっけ、名前忘れた、後で文字編集入れときます。すぐ忘れる、パーフェクトタイミングですよって、今がその時です。ドントストップ、ドントストップ、止まらずいけ、もう行動しましょうって言われております。もうね、あなたは A さんは守られてるから大丈夫ですよ、大丈夫ね。未完成なあなたのままでいいんだよ、今のままのあなたでいいね。ずっとずっとね、この時を待ってたんですよね。今がその時ですよって、止まらず行こう、止まらず進んでいきましょう、あなたの決まった目標は、
あなたの決めた目標にこのまま突き進んでいいですよっていうのが A さんの今必要なカードさんからのメッセージでございました。ありがとうございました。こちら選択肢 B のカードとなっております。よろしくお願いします。リーディングさせていただきます。受け取るよっていうカードですね。これギフトサプライズがあるっていうカードの逆位置、逆位置でウィズダムオラクルカードって言うんですけど、絵がとっても綺麗なんですよね。淡いタッチで、これが逆位置。 ノー ノー、 あ、なるほどね。あなたが信じるなら、これね、逆位置だったんですよ。っていうのはね、なんとなくわかりました。では、読ませていただきます。B の方へ向けて、今必要なメッセージ。今度は、あなたが受け取る番ですよ。あなたは今までたくさん他の人に尽くしてきましたね。バランス崩すぐらいね、たくさんたくさん尽くしてきたのかなって読み取れます。めちゃめちゃね、尽くしてきたんだろうな。で、今度は今度は受け取るタイミングです。不必要なもの、自分にとっていらないもの、この選択はいらないかなって思ったものはノーノーって言っていいんだよってね、いらないものはノーって言っていいんだよ。で、これあなたが信じるならって言うんですけど、本当に信じたいもの、信じられるものをね、受け取りましょうって言われてます。で、これ健康的な食事を取り入れようねっていうカードなんですけど、この解釈2種類あるのかなって思ってて、1個はその正常な判断、健全な判断をするために食事を整えて体調を整えましょうっていうことと、もう一つ、やっぱりね、体に取り入れるものを自分が必要だな、いらないなっていうものを区別しましょうっていうのがね、すごい今回ね、受け取れるんですよね。自分に必要なものをちゃんと見極めましょうっていうのをね、感じ取りました。で、今まで一生懸命尽くしてきた B さん、これラバーズっていうのはそのまま恋人っていうか意味もあるんですけど、選択、選ぶっていう意味もあります。自分に合ったものを選択するっていう意味もあります。これが逆位置なので、不要なものは、ね、断っていいんだよ、ノーって言っていいんだよっていうのがね、今 B さんに必要なメッセージかなって思いました。ね、今度は B さんが受け取る番です。自分が、ね、どういうものを信じたいか、ね、しっかり自分の中とね、お話しして決めていったらいいのかなって思いました。以上、 B さんの今必要なメッセージでした。ありがとうございました。こちら選択肢 C の方の今必要なメッセージとなっております。よろしくお願いします。では、カードの方を展開させていただきます。これ孤独っていうカード、なんかね、今辛い方
いらっしゃるね。今つらいんだね。いやーしんどいね。なんかね、今すごいつらいよーってね。ね、なんかね、今ね、しんどいんだな、Cさん。今Cさんしんどいよーって。うん。でもね、この先ね、待ってるよって、豊かな状況待ってますよって言われてます。うん。あ、そっかそっか。うん。今ね、これフルムーンっていうね、スーパームーン、満月の状況なんですよ。なので、いいことも悪いこともね、悲しいこともね、引き寄せちゃいますよっていうカードなんですよ。そっかそっか。フォーカス集中するっていうカードが出ていました。うん。よし、では今 Cさんに必要なメッセージをお届けしますね。今つらいね、しんどいね。うん、しんどい。うんね、終わらない物語とかさね、孤独って感じてるのかね、しんどいね。うん。あとね、自分を守ってねってね、今すごい来てます。うん。今Cさんに必要なメッセージなんですけど、まずしっかり守ってねっていうことと、この状況は豊かさにつながってますよって、このカードが出たら大丈夫、この先は豊かさが待ってます。豊かさっていうのはお金はもちろんなんですけど、人脈とか環境も含まれ、環境も対象となっております。うん。もうすぐね、そう、豊かさが来るよって。うん。で、あなたは今とっても引き寄せのパワーが大きいです。なので、いらないもの、不要なもの、自分にどういうものが必要なのかしっかり集中して意識してください。意識することが大事です。で、今ね、ほんとつらいね。うん。なんか今日とってもこのソードの女王様、情報、ソードっていうのは情報とか言葉とかも表すんですけど、何かを選ぶっていう意味も含まれております。うん。なんかね、今日ね、このソードの女王さんからね、辛いよっていう声がね、届いてきたな。ね、しんどいね。うん。で、しっかりハーミット、忍者っていうカードです。内省、自分の中との対話をしっかりしましょうっていうカードとなっております。あと、専門職とか、その道を極めるっていう意味もございます。うん。しっかり自分の中でどういうもの、人、環境が必要なのか、どういうものがいらないのか、しっかり考えてねって。この先豊かになるからねって。で、一旦いい状況に行くと物事がすごく早く進むよっていうワンドのエイトっていうカードとなっております。ね、これ七夕っていう意味もあるんですけど、今まで Cさんが頑張ってきたからこその後押しだよって言われてます。うん。お疲れ様Cさん、もうすぐ辛い状況が終わって豊かさが待ってるからねって言われておりました。以上、Cさんへの今必要なメッセージでございました。これにてカードリーディング終わりたいと思います。占いの館ルーチェ、占い師さちゃんでございました。ありがとうございました。では失礼します。